牧本今こうなってました。空気が読めず人の話を聞かず心を開かないちょっと迷惑な男。何らかの事情で遺族が拒む遺体を火葬して埋葬する。お見送り係は廃止すべきだと考えます。鏑木光一郎62歳、親兄弟もすでに他界しています。牧本さん、あなたの粘り勝ちですよ。アイアム牧本。